さすがに放送事故だ。いや今起きたわけじゃないんだけど、今日はでもねメイクする気が起きなすぎてちょっとやばい。鼻風邪だわ。鼻水が。まん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 。あれコームないな。一旦アイロン火つけてで、ほ、あと10。あれ待って、最悪。私今紙ゴム2個持ってきたのにまた1個なくなってる。あー痛い痛い痛い。待ってね、みんな10秒数えといて。まんぷぷぷ、10秒数えてください。こんにちは。トゥトゥトゥ、よいしょ、来た。オッケー、大丈夫かな、もう滑ったかな。おお、よし来た。今から髪の毛を巻いていきたいと思います。のりさんありがとう。ツインテールのストレートはちょっと幼稚だからちょっと幼いすぎるから、ツインテールをするときは絶対に巻きたい。こんにちは。でもなんか下ろしてストリートするときよりは楽ちん。本当はツインテールあんまり好きじゃないけどねちょっと髪の毛を下ろすのもめんどくさくて。こんにちは。ひらぎさんありがとう。わさぴさんありがくり。こんにちは。こんにちは、ふる。そうなんだ。光るメイドさんになってんだ。すげえな。幼いのはいいこと、どうだろうな。好みによるんじゃないかな。私はあんまり幼い女の子とか、タイプではないから、自分自身が幼いのはあんまり好きじゃないかもしれない。でも多分幼いっていう、幼いって言い方だとちょっとなんか怪しくなるけどちょっと子供っぽいような可愛さが好きな人はいいと思うし、私はでもあんまりそういうなんかブリブリみたいな可愛さはあんま好きではないから、あんまりすっごい幼いみたいな髪型はあんまり自分的には好きではないので、あんまりやりたくはないだよ。めんどくさくてツインテールにしただけなの。本当は一個ずつにしたいんだけど、そう小結びにしちゃうと配信ちょっとね地味になるんですよね。絵面がね地味になってしまう。ずらこんにちは。ずら、いやツインテールね、この高さで直線的に押すとね絶対幼稚園児みたいな髪型になるんだよなそれかまるちゃんのお姉ちゃんみたいな。マルちゃんお姉ちゃんどんな感じだっけ。そう、お元気ですか。元気です。前髪切ってないよ。今日は朝起きてずっとポコちゃんの横でゴロリンチョーってしてました。なんかもうね今ね、あの私は定期的にね何もやる気が起きない時期があるんですけど、今ちょっとその時期に入りかけてる。ウィングキッズちゃんさんありがハート。何時に起きたの。10時くらい。ゆったりと起きてますよね本当に。まん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 。リングキットチャンスありがとう。ハートたくさん。こんにちは。こんにちは。コマさんずら。そうそうなのよ。こんにちは。こんにちは声が出ない。元気だよ。遠くの上田さんありがくま、ありがくま。
そういう時あるよね。昨日の TikTok 面白かった。嬉しい。99個だけ投げた。ありがとう。ありがとうね。でもちょうど今イベントやってるから、イベントの子たちに使っちゃっていい。私イベント参加してないし。でもイベント正直さ、8メンバー AKB だからさ、と仲いいメンバーで過ぎててさ、なんかこの子応援してくださいとかそういうのあんま言いにくい。そうみんな仲いいから、なんかそう、なんかさ、同じグループが一人とかだったらさ、そんなうまいこといく話もないけど、なかなか、ああ〇〇ちゃんに応援ってなりたいけどさ、もう、ね、たくさん出てるからさ、あ誰々ちゃんとかあんまり言いにくいですよね。なんで皆さんが応援したいと思った方をね、ぜひぜひ応援してあげてくださいちょっと上からになっちゃったな。のりさん、ありがハート、ありがハート3つ。すごいここ伸ばしてるから姫カットみたいになりだした。だんだん確かにこのまま伸ばしたら私姫カットになるわ。そう、私も正直誰に投げればいいのか分からなくて投げてないです。いや本当はそうは、そうなのよ。だって私今回同い年のメンバーも3人くらい参加してて、ヒカルンとかカレンちゃんとか京香ちゃんとかで、チームメイトだけでももっといるんで、なんか誰に投げればいいのか私も正直分かっていない。そう、相手同士だよね。そうなのよ。あともイベントやったらよかったのに。まあするときはするね。でもなんかそうだね、そうなのよ。のんのんも参加してるしね。ちょっと多いよね。そう、誰に応援すればいいのか分かんないよね。まあみんなが応援したいと思う人を応援するのが一番よ。ねえ、誰投げればいいの。まあこういう時って大体最後の方、でもあれって何位くらいまでが、何位に入ったら得点もらえるの ?1 位のみ ?1 位のみかな、鼻かゆ。1位のみですか。漢方薬飲んだ。まだ飲んでないよ。今日薬を取りに行った。昨日は、処方箋が閉まっちゃう時間に行っちゃったので、今日お母さんが先取りに来ました。やめなくてもいいよ。俺もやめとかなくていいよ。ナオキさん、ありがとうまー。これやってみたときにストレートなとこ分かりやすい。はい。なんか鼻詰まり出すな。鼻詰まり出すわ。じゃあ8に投げる。ありがとう。TikTok いつも見てるよ。嬉しい。ありがとう。AKB の歌だよ。AKB の歌のネタ最近やってないわ。なんかあげたいなとは思うんだけどさ。最近昼に配信してるのなんで？ああ、特に前説明あれなんだけど。なんかめちゃくちゃ何か理由があるわけではないんだけど、まあ、理由の一つ目はやりやすかったのと、今はイベントしてる、そのまあ自分的な理由としては、自分が夜にやっちゃうとね、結構やりすぎる性格なんですよ配信いつも長時間してしまうから、なんか昼だと結構すっぱりやめられるのと、あと私夜に結構活動的になる生き物なので、なんかね、夜にそのショールームをすると、その結構夜の時間がねなくなっちゃうことが多くて、で昼にやったら結構私昼はあんま活動してないから、昼のこの時間を使うことで
その夜に時間を空けれるし配信もできるっていうウィンウィンだぜっていうのと、あとはまあそのなんか普段夜ばっかりやってるからたまに違うの時間やりたいなと思ったのもきっかけであるし、あとは今は多分イベント開催中で結構人多いと思うんだけど、なんかすっごい前髪ヘルメットみたいなんだけどヘルメットみたい。なんかあとはその普段夜しかやらないから、あのなんかそのそう昼あんまりメンバー自身やってない人が多いじゃないですか。だからもしなんかしたらなんかこういう昼休みの時間とかにたまたまこうショールームしられた人が、まあ、こうあ私 しかやってないっていう状況になった時に初めての人が見に来てくれないかなと思って、なんか夜だと人多すぎてさ多分さ私をわざわざ押す人ってあんまりないと思うから、なんかそのちょっとねあんま宇多田を知らない違う層にね宇多田ハツカの存在をねほんの1ミリでもアピールできるではないかっていう考えもありのって感じですか。でも最近もうマジでね私今はあれですからね、あの宇多田ハツカの1週間にうん、やちゃう1ヶ月に2週間2回くらい起こるあの人生何もやる気起きない気なので今もう人生何もやる気起きない気なんですよ今。ちょっとね抜け出すためにはまず一旦一歩踏み出すっていうのが大事だから、そう一旦一歩踏み出すのが大事だから一旦一歩踏み出してみる。そういう時あるよねみんなも、うわ何もやる気出ないやつだよって時あるじゃん、あるやない。レスノーペアトマフユーさんファイトありがとう、ありがファイト、はあ、全然読んでない、全然読んでない、ただただやる気が出ないんですよ。女の子か関係ないですね毎週2週間に1回は起きるね、2週間に1回くらい。歌唱力とか練習しなきゃいけないのも分かってるけど、もうそういうのも全てやれない時があるんですよ。もうねそういう時があるんですよね。2週もうあと最近2週間前も同じような感じになって本当に何もやる気起きなくて、いや女の子とかそういう、まあ、そういうの関係ないかもしれないけど、まあ、確かに女の子って1ヶ月であれなんですよ、1ヶ月で4つの性格があるって言ってる人もいるね。そういや、まあそうなんですよね、まあ、まずそういう感じではないんだけど、どうでしょう、まあいろいろあるよねみんないろいろあるよね。ないんですかみんなは、そういうことないの、なんかたまになんかこう頑張ろうと思う時と頑張ろうと思う時と、本当に頑張りたいけど頑張れないなっていう時期ないですか。ないのみんな。歌唱力8メンバー多かった。本当歌唱力ね、私は緊張するよ。高田さんありがとう。歌唱力楽しみ。私もね人の見るのはめっちゃ楽しみなんだけど自分でるのはちょっと緊張。え、そう僕はずっとやる気ないよ。なんか元気出るね、ありがとうあ疲れてる時くらいいいね、安定してるね人生。まあ、なんかこうさちょっと思うんですけど本当に無理はねみんないけないなと思った。そう精神やられちゃったらどんな健康でも動けなくなっちゃうから本当になんか無理はしちゃいけないと思いました。だからもう私はね最近も甘えて皆さんにもう何も体が動かないときはもう動かしませんもう動かしません。そう変に動かそうとすると多分いつか何かが爆発して何もできなくなりそうだから、
もう変なことはし、なんか変な無理はしないようにしようっていう感じで生きてます。そう、めちゃくちゃそうやる気が出るときはアイディアポンポン浮かぶとか、なんかすごいああこれいいなとか思うこととかたくさんあるんだけど、そういう時期に入っちゃうともうね、ずっとね何もしない。だから一旦 いや爆発したら多分ダメだと思うよ。多分もう戻れなくなっちゃうと。なんかさ、わからないけどさ、そう、睡眠不足とか、一旦そういう時に入ったら生活習慣見直すのが大事よね。そう、メンタルとか壊れちゃうとさ、多分自分の意思で動けなくなっちゃうじゃないですか、きっと。だから本当にさ、心とかがさ、壊しちゃう人とかいると心配よ、私。なんかやっぱね、多いからね、現代ね、結構周りとかもいるもんね。みんなも大丈夫か？みんなも大丈夫か？元気か？ 昼寝はね、するよ、たまに。そう。今多いよね、やっぱり。そう、何もできなくなって、私別にそんなすごいひどいわけ、そんなすごいやつではないから心配しないでいただきたいんですけど、そう、今ストレートくるレートでくるくるにしてる。そう、私はそんなんで、そういう感じではないから。でも多分、こういう感じの無理とかし続けたりした時に壊れてしまう人が多分いるんだろうなと思う、最近。タンタンチャンチャン。ね、でも私は多分基本的に、ああ、みんなさ、怪しい壺買っちゃうのね。なるほどね。なんか歌が、私には基本定期にはあれなんですよ。充電切れちゃいそうだな。なんか私は基本的に自分が頑張れてないとちょっと気が落ち込んじゃう人だから、本当になんか小さいことでも一つでもなんか頑張れたらいいタイプ。 そう、大変だよね。まずここが重いんだよね。ひらぎさん、ありがとう。こんにちは、のりさん、ありがおうはな。ああ。院長、今日は昼ご飯まだ食べてないけど食べようか迷ってる。みんなでも今食べてる？どう思う？何食べればいいかな。のりさん、ありがとう。ひりさん、ありがとう。なんか迷っちゃう、いつもね、迷っちゃうような時間に朝ご飯食べちゃうからさ。頑張ってるね。 ありがとう。ハッツの声変わったね。どういう風に変わりました？でも今ちょっと鼻声かもしれない。今ちょっとね、鼻がね、わかりますか？ちょっと詰まってます。ちょっとなんか私、まあもともと鼻詰まりではあるんですけど、今日はちょっと一段と鼻詰まりかも。肉を食おう。あのね、ちょうど昨日お医者さんにね
あの牛肉は食べないでくださいって言われましたよ。肌荒れに悪いんで。ちょうど言われました。昨日牛肉とかチョコレートとかは控えた方がいいと思いますって言われました。マック買いに行く、いいな。今マックの月見パイってあれ何入ってるの、中身。鮭食べた、鮭食べた、いいな。日清カップヌードル、山かけうどん、合体カップヌードル、何それ。カレーが食べたい。キンモクセイって花粉の原因になるんだ。なるの。もうハスキー寄りになった。まあそう、うん、大人になったら声って変わるしね。結構女の子も多分男の人の方が大きいけど声変わりってあるのかも。餅とあんこ、おー、いいなー。私お餅大好きなんだけど、もう最近も食べないな。あのお餅ってまあさ、カロリーは高いからさ、なんか AKB 入ってからさ、こう常日頃あんま食べ過ぎないようにしなきゃっていう意識がありすぎて、あんまお餅も食べなくなったけど、入る前はマジで毎日3個とか食べてました。最初のハート型レースだった時でも、今もその声出せるよ。皆さんこんにちは、皆さんこんにちは。今日はね、あれなんですよ、もうね、あのね、全てがね、脱力してる系女子なんで今日は。ああ、金木犀の香水いいよね。私も欲しいなと思う。でも今日本当に鼻がここら辺が詰まってる、こうここからこうかけて。豚鶏、一番いいのは鶏肉だよね、やっぱり。この唐揚げをいいで流してもいいね、昼から。なぜ牛肉ダメなんだろう。お肌にあんま良くないっぽいです。まあ確かにそうだね、チョコレートも油とか多かったりとかして、やっぱね鶏肉が一番いいよ、お肉は。みんなは何派か分からないけど、私も一番鶏肉が好き。牛肉とか豚肉も好きだけど鶏肉が一番好き。マハビさん、エガハート。金木犀の曲好き？金木犀いいだよね、いい曲。ヒカルも好きだったよ確か。こんにちは、遅れた、ありがとう、来てくれて。あ、テロップってない。牛肉より甘いものとか、うん、まあ、でも私あんま甘いもの食べないんだけどね。そんな、そうだからさ、あれなんだけどさ、あんま食べないんだけどさ、わかんない、みんなの基準がわからない。でも普通に食べるは食べるけど、なんか食べ過ぎだよねっていうほど食べてる自覚はないけど、やばいかな。あれそんな食べないんだけどな。そうそう、多分油とか。でもね、歌だけの母がね、ちょっとテロップ思いつかないから鶏肉にしとこう。歌だけの母はね、お肉の中で一番鶏肉が好きだから、やっぱり鶏が多いかも。料理こう出てくる料理見てたら、なんかね、例えばあの鶏肉、例えばささみとかね。ささみとかもう本当に、もうね、1週間に 2回くらい出る気がする。夜ご飯に。本当基本鶏肉で作られてますよ、歌だけは。そうそう、油ね。豚丼か、私豚肉一番ね食べないの、うん、食べない。豚肉が一番食べないかも。なんかハンバーグ作るときとか、うん、食べない。焼き鳥は食べたことあんま食べないけどね、焼き鳥。私炭水化物をあんまり取らない。なんか取るんだよ、炭水化物はエネルギーだから取るんだけど、あんまり、なんだろうな、夜ご飯はあんまり食べないんですよね。でも食べた方がいいとも言うよね。でもなんか一時期なんかダイエットも兼ねて夜ご飯に炭水化物取らないようにしようと思って、取らないようにしたら慣れちゃって、なんか白米とか食べなくてもね、なんか普通になんか満足する体になってしまって、あんま食べないんだよね。なんかそう、タコライスとかご飯が必須のものの時しか食べなくなっちゃって、夜は。でもその代わり朝はオートミールとか食べてます。でも白米